私たちは現代アートチーム3人と言います。まずメンバーの1人の坂上さつきです。平山美代です。もう1人藤原ジュリアという3人でいつも活動をしています。武蔵野美術大学っていう美術大学の空間演出デザイン学科に通っている大学3年生です。学生同士なので同じ対等の立場で話し合いとかディスカッションとかを何回も繰り返して制作することが多くて、それも学生ならではのチームだからこそできる活動かなって考えてます。鈴木と申します。東京芸術大学の彫刻科を卒業しまして、現在は神奈川県で作家活動を続けております。木や石を素材とした彫刻を制作しています。空洞の装飾をテーマにしています。今回の作品はオートバイと記憶をモチーフにしています。はじめは硬くて着心地の悪かった革ジャンが徐々に自分の体に馴染んできて、それを通しても脱いだ後もしばらくは自分の姿勢を記憶していました。記録から再生される私の記憶も経年で変化していることに気がつきました。それで、そんな正確性がなくて再現性のない記憶の曖昧さに着想を得て制作しました。で、今までは結構空間とかに関わるインスタレーション作品をたくさん制作してきて、前回の SICF で出品した作品は付箋を用いた空間のインスタレーション作品、盗み聞きした会話を一枚一枚に手書きで書いていて、その付箋が結構ランダムに並べられて、違った場所と違った時間で交わされた会話が重なり合って、また新しい会話を生み出すという作品になっていて、今回はその会話泥棒のバージョンアップみたいなのを考えていて、もっと見ていただける人に参加して楽しんでもらえるような作品を考えています。実際に会話を拾って、みんなで出し合った時の感動が結構楽しいので、それを体感していただける展示になればいいなと考えています。美術の彫刻の展覧会とは違ったところで展示してみたいなと思って、SICF はジャンルが様々で、結構見に行った時もあるんですけど、ごちゃっとしているといいますか、なんかこう雑然としている感じがこう面白かったので、ここで展示してみたいなと思い応募しました。SICF の作品を見ていただいたことがきっかけで、プロジェクトに誘いしていただいて、デザインを担当させていただくことができました。